こんにちは、動画ファンの成田です。今回は使わなくなった iPhone や Android といったスマホはもちろん、カメラ付きのパソコン、USB で接続したパソコンのカメラ、これを監視カメラとして、そして外出先で今使っているスマホ、Android や iPhone といったスマホとか、あとはご自分のノートパソコンで確認ができる、そういった便利ないろいろな端末に対応した無料の監視カメラアプリをご案内したいと思います。いろいろな端末に対応しておりますので、使い方はご自由になります。今回はまずこの iPhone ですね、こちらの iPhone をカメラとして設置したいと思います。そしてこちらの Android のスマホ、これを見る方の、スマホとして設定したいと思います。またパソコンの方でも、見る設定を行っていきたいと思います。見る側と撮る側、それぞれ、インストールするアプリが変わってきます。解説ページの方にも載せておりますが、 iPhone ですと、アットホームカメラフリー、ホームセキュリティ用のリモートビデオ監視、これが、見る側、ビューアーのアプリになります。その下、アットホームビデオストリーマー、こちらがカメラ側のアプリとなります。Android も同じです。アットホームカメラリモートビデオ監視、こちらが見る側のアプリ、そして、アットホームビデオストリーマー、これが、撮る側のアプリとなっております。後ほどご案内いたしますけれども、パソコンも見る側のソフト、それから撮る側のソフト、それぞれあります。必要なソフトをダウンロード、インストールしていただきたいと思います。それではこちらの iPhone に撮る側のアプリですね、アットホームビデオストリーマー、こちらをインストールしていきたいと思います。リンク貼ってあります。解説ページの方のリンクからアプリ、インストールしていきましょう。はい、そうするとこのような画面が出てまいります。分かりやすい分け方でいきますと、カメラとしてのアットホームビデオストリーマーの方の、アプリのアイコンはブルーです。ブルーのアイコンですと、こちらがカメラになります。入手をタップします。続けてインストールをタップしてください。ぐるぐるっと画面が切り替わりまして、iTunes ストアにサインイン、求められましたらパスワードと OK をタップして先へ進みます。はい、画面がこちら開くという表示に変わりましたら、インストールの方は終了です。一旦閉じてみましょう。そうするとここに AVS というブルーのお家のマークのアイコンが作成されております。こちらから起動していくような形になります。それでは実際に、こちらタップしてアットホームビデオストリーマー起動していきます。はい、そうするとこのような画面が開きます。 AVS がカメラへのアクセスを求めていますと出てきたら、これはタップ、 OK をタップしてください。AVS がマイクへのアクセスを求めています、こちらも OK をタップしてください。そうするとお分かりになりますでしょうか。カメラとしてこちらが起動いたしました。それではこれはこの状態でカメラとして、設置場所に設置をするんですけれども、その前に、それではまず今度は Android の今度は見る側の、アプリをインストールしていきたいと思います。こちらも解説ページに載っております。アットホームカメラリモートビデオ監視、こちらをタップしてプレイストアでインストールをしていきましょう。はい、こちらの画面表示されましたらインストールをタップします。こちらは同意するをタップしてください。はい、そうするとインストールの方が始まりますので、しばらくお待ちください。はい、ここが開くという表示になりましたらインストールの方が完了です。ショートカット作成しましたという表示も出てきました。では一旦戻ります。そうするとここに、New というアイコンが作成されていますね。アットホームという、アイコンが作成されています。アプリの一覧見ていただいても、一番最後に
アットホーム作成されているので、こちらからももちろん起動ができます。アットホーム見る側の、アプリはオレンジ色のアプリになります。撮る側が青、見る側がオレンジ、この色の違いで区別ができるかと思います。それでは、今度はこのアットホーム見る側のアプリ起動していきましょう。はい、そうするとこのような感じで起動いたします。そうするとですね、このような画面が出てまいりますので、スタートユーズナウというこの上のブルーのボタンですね、こちらをタップしてください。そうするとカメラとして設置したのはどれですかというふうに聞かれますので、ストリーマーオン PC、Mac、パソコン、Mac のパソコンか Windows のパソコンだったらこちらです。真ん中がストリーマーオンスマートフォン、スマートフォン、Android とか iPhone がカメラで設置してある場合はこの真ん中ですね。アットホーム IP カメラ、アットホームのこのメーカーのカメラを使っている場合はこれになります。今回は iPhone をカメラとして設置しておりますので、このストリーマーオンスマートフォン、これをタップしてください。そうするとこういった解説ページ出てくるんですけれども、Next Step、これをタップしてください。そうするとタップ Here to scan the QR code という表示が出てきます。そして、Created QR code というものをタップして、 QR コードを表示させたものを読み込ませてくださいというふうに出てきますので、ここで先ほどのこちらですね、この iPhone の、ここですね、 Created QR コード、こちらをタップします。そうすると真ん中に QR コードが表示されますので、こちらの iPhone のタップ Here to scan the QR コード、ここの、下のボタンですね、これをタップいたしまして、 QR コードを読み取ります。そうすると今ピーとなってお分かりになりましたでしょうか。そうするとはい、こちらのデバイス iPhone を、検知しましたよというふうに表示が出てまいります。こちらをタップしてみましょう。そうすると、接続しておりますね。それではこのカメラを設置場所の方へ設置していきたいと思います。はい、こんなふうにペットの前にカメラを設置してみました。カメラの設置をしてみました。それではこの状態で、先ほどの Android のスマホでこのペットの様子見ていきたいと思います。はい、カメラで確認ができておりますね。先ほど設置いたしましたペットの様子が確認できております。まずこちらのミュート、これをタップすると、向こうの音声がこちら側に聞こえなくなります。こちらをタップすると向こうの音声がこちらでも確認ができるようになります。ちょっとミュートをしておきます。それからレコード、こちらをタップいたしますと今この様子、この映ってる様子ですね、これを今 SD カードと出ておりますけれども、 SD カードの方に動画として保存をしております。もう一回タップすると保存の方が終了いたします。ホールドトゥートーク、これ今斜線が引いてあるんですけど、これをタップしながら向こう側にメッセージを送ることができるんですけれども、短めにお願いします。聞こえますかみたいな感じですね。はい、続いてフラッシュ、フラッシュをタップすると、向こう側のカメラのフラッシュがつきます。キャプチャー、これをタップするとこの今のこの画面を静止画として、保存することができます。なお今こちらで撮った動画とか、静止画なんですけれども、これは本体のギャラリーの中に保存されております。アットホームビデオとアットホームピクチャーというそれぞれホルダーが作成されております。こちらをタップしていただくと、これがさっき保存した動画ですね。そしてアットホームピクチャー、こちらが静止画となっております。それでは最後に、パソコンからカメラの様子確認していきたいと思います。まず
先ほどの解説ページ、パソコンで開いていただいて、パソコン版のソフトをインストールというところに、アットホームカメラのダウンロードページのリンクが貼ってあります。こちらからソフトのインストールしていきましょう。クリックしてください。そうすると、アットホームビデオストリーマー、これが、撮る方ですね。カメラ側のソフトです。Windows か Mac お選びいただけます。それぞれダウンロードボタンを押してください。アットホームカメラ、これが見る側のソフトになります。こちらは Windows 版しかちょっと今まだ用意されてないようです。Windows 版でダウンロード、こちらをクリックしてください。では、Windows 版のアットホームカメラ、見る側のソフト、インストールしていきます。ダウンロードをクリックしてください。はい、画面左下このような表示になりましたら、こちらをクリックして、実行をクリックします。そうするとセットアップウィザードが開始されますので、ネクストをクリック。これは使用許諾契約書のようなものですかね。確認書になります。 I accept terms conditions というか、ここですね。ここに必ずチェックを入れてください。そしてネクストをクリック。こちらはインストール先の選択です。特に変更は加えないでください。このまんまネクストをクリック。セレクトスタートメニューホルダー、これも変更する必要はないです。このまんまネクストをクリック。これはクリエイターデスクトップアイコン、デスクトップにショートカットのアイコンが作成されます。オートラン自動的に起動します。これは外しといてもいいですかね。ショートカットはあった方がいいと思います。この状態でネクストをクリック。確認画面となっております。最後インストールをクリックしてインストールをしていきます。はい、このように、画面切り替わりましたら、こちらのランチアットホームカメラ、これをチェック入れておくと、フィニッシュをした後にソフトの方が起動してしまいますので、ここのチェックは外してフィニッシュをクリックして終了となります。はい、そうするとアットホームカメラというこちらですね、アイコンが作成されました。こちらをクリックして、それでは起動していきましょう。それではまず、登録が必要となってきます。メールアドレスとパスワードを入力してレジスターをクリックしてください。はい、そうするとこのような画面が出てまいりますので、まずはカメラを、登録していきたいと思います。アドカメラ、こちらをクリックしてください。そうするとこのような画面が出てきます。先ほど iPhone をカメラとして設置した時に、QR コードを作成したかと思うんですけれども、その QR コード作成ボタンの近くに、CID というのが載っております。その CID をこちらへ入力してください。そしてその下にユーザーネームとパスワードも表示されておりますので、ユーザーネームとパスワードもそれぞれ入力、そちらを確認して入力をしてください。入力が完了いたしましたら OK をクリックします。はい、そうするとここですね、iOS9282 というふうに接続がされました。そしたらですね、こちらのセレクトビデオ、これをクリックして、こちらの iOS9282 のカメラ選択して OK をクリックしてください。そうすると、ローディングといって接続がされました。で、全部で4つのカメラを同時に表示させることができますので、お店屋さんなんかをやっている方は非常に、便利だと思います。今これ4分割されておりますけれども、1画面にすることももちろんできます。全体表示にすることもできます。エスケープで元に戻ります。こちら先ほどと同じですね。向こうの声がこちらに聞こえるようになります。こちらのパソコンのスピーカーから向こうの声が聞こえるようになります。車線が引いてあるとミュートになります。トークバック、こちらは
こちらの声、私の喋ってる声が相手のスマホの方に聞こえるようになっております。これは特に短くある必要はなさそうですね。このまんま聞こえますか、ずっと聞こえますかという感じで、なんか声が聞こえてるようですね。反応しております。もう一回押すとミュートになります。レコードオンディスコンピュータ、これをクリックすると、この今の状態を録画しております。動画で録画しております。録画中はここにちっちゃくレコーディングと赤く表示されております。もう一回押すと録画の方が終了いたします。スナップショット、これはこの現在の様子を静止画で撮影します。そして今こちらで撮影した録画と静止画、どこにあるかと言いますと、このビデオクリップズ、これを開いてみてください。そうするとこのようなフォルダーが開きまして、これが静止画、そしてこれが動画になりますね。それぞれ必要であれば、自分の任意のフォルダーの方にコピー貼り付け、切り取り貼り付けをして移動させることも可能となっております。今回は使っていない iPhone をカメラとして設置して、今使っている Android、 それからパソコンでその様子を確認してまいりました。この使い方は、どのようにも使えます。パソコンについているカメラを、監視カメラとして設置してスマホで見るということもできますし、Android をカメラにして iPhone で見るということももちろん可能となっております。それぞれのアプリ、ソフトをそれぞれにインストールしていただければすぐに使えるようになります。いろいろな端末に対応しているので非常に便利な、監視カメラアプリだと思います。これだけ多機能なんですけれども、無料でお使いいただけますので便利ですよね。よろしければお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。